2024年3月16日に、プラレールの新商品の SG レールが発売されました。レールの新商品としては、10年ぶりとのことです。このようなレールが欲しいと思っていたので、当方では 3D プリンターで自作していました。それが、実際の商品として発売されて嬉しいです。今回の動画では、SG レール発売を記念して、SG レールのバリエーションをいくつか作ってみました。一つ目として、リアルレール版の SG レールを作ってみました。SG レールに枕木をつけただけですが、リアルレールでレイアウトを組みたい時には、ぜひ欲しいです。SG レールと同日に発売された、連結イン 8K 翼&トミカアーチ踏切セットのレイアウトをベースに、レールをリアルレールに変えて、なおかつ SG 部分を伸ばしたものを作ってみました。E8K を走行させます。SG レールの部分の走行をお楽しみください。全面展望をお楽しみください。今回発売された SG レールは、複線レールのレール幅分だけ、レールをずらす働きをします。ただ、プラレールでは、もう一つ重要なレール幅があります。それは、幅広と呼ばれるものです。幅広は、2分の1直線レールの長さ分だけ、幅を開けたレイアウトを指します。2本のレールの間に、島式ホームを設置する際などに使われます。そこで、この幅広の分だけ、レールをずらすための SG レールを作ってみました。通常タイプ、リアルレールタイプ、そして高架レールタイプの3種類を作りました。単純なレイアウトの例です。列車を走行させてみました。問題なく走行することができました。幅広 SG レールを2本続けたレイアウトです。列車を走行させてみます。SG が連続するところでやや突っかかる感じがありますが、一応走行することができました。なお、SG レール同士の間に2分の1直線レールを入れれば、スムーズに走行することができます。2本の SG レールを向きを逆にしてつなげてみました。こちらも SG が連続するところで突っかかる場合がありますが、一応走行することができました。SG レールの本数をさらに増やし、高架レール版の SG レールとも組み合わせてみました。列車を走行させてみました。SG レール部分の走行をお楽しみください。全面展望をお楽しみください。
通常の S 字レールや、リアルレール用の S 字レールは、横に2本並べることで、伏線にすることができます。ただ、高架レール用の S 字レールは、横に2本並べると、高架の壁が干渉してしまい、伏線にすることができません。この問題は、レールの中央と、高架の壁とで、S 字のカーブの形が異なることから起こります。そこで、伏線用及び、伏線用の高架 S 字レールも作ってみました。伏線の4本のレールの中央に S 字のカーブを配置し、それに沿ってレールを伸ばすことで、伏線及び、伏線で使える形にします。伏線用は、A と B のペアになっています。この2本を並べると、伏線になります。また、伏線用にも A と B があります。伏線の A と B のペアの外に、伏線用の A と B を並べます。高架伏線のレイアウトに S 字レールを入れてみました。伏線用の曲線レールは、以前に作ったものを利用しました。列車を走行させます。S 字レール部分の走行をお楽しみください。全面展望をお楽しみください。3D プリンター用のデータはダウンロードすることができます。ダウンロードアドレスは動画の概要欄をご参照ください。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。